はい、皆さんこんにちは。大塩ガジョの矢作です。今日も YouTube チャンネルご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録数がだいぶ増えてきましたけど、まだまだ足りないようですので、ぜひご協力お願いします。なかなかリンゴの話題は再生回数が伸びなくてですね、あら、フランスがやっぱ皆さん知りたいことが多いのかなというふうに思っています。今日はですね、また第一出荷場の方に来ておりまして、リンゴとあとはラフランスの出荷をしているところですね。で、まあ、見てもらいたいのは、そう、まあ、我々の一番いい商品商品あやっていう商品なんですけど、まあ、これこんな感じでね、さくらんぼとか桃とかあとはラフランスリンゴということで、少しハイクラスな、ちょっと値段は高いんですけど美味しいという商品が我々でいうとあやという商品になってます。今これ、富士ですね、詰めております。で、これはですね、何が違うかというと、もちろん色もそうなんですけど、蜜入りセンサーをね、通して、確実に蜜が入っているものを詰めているということです。詰めてるのはあれだね、みきちゃんね、はい、この間も出てもらいましたけど、何、娘の名前はあやだって。あやです。ああ、そうか。名前は違う、あの漢字は違うらしいですけどね、はい、はい。あとこんな赤い、みんなパーカーを揃いで、新品のパーカーをみんな着て出荷をしております。どうですかみきちゃん、これ詰めてて確実に3つ入ってますか。はい、大丈夫です。だから、はい、この間誰がこだんなんこだん持って、こいつ派手だなみたいな話したけどね。これはあのセンサー通してますから大丈夫です。いい、余計なこと言うなんですよ、はい、ね、はい、あとは、はい、今こんな感じでちょっとシールをね、確実に入ってるということで、シールを入れてね、つけてね、出荷をして見栄えもよくやっておりますので、ぜひ蜜入りリンゴ食べたい、絶対食べたいという方はこの大塩ガジェンのあやの三富士をね、買っていただける。ちょっとこっち向けたらいいね。はい。あとはこれね、ラフランスの詰め合わせもあります。で、これが5キロですけど、まあ2キロと3キロというのもねあります。はい、ということで、なんか脇から喋ってる人いっぱいいるみたいなんですけど、あんまり関わらないようにしてね、関わらないようにしていきたいなと思います。はい、じゃあ。ぜひご注文もしてますので、本日もありがとうございました。